新型コロナウイルスについて感染症の専門家に詳しく解説してもらいます。週刊健康マガジン、今夜のテーマは新型コロナウイルス感染症。長崎大学病院の泉川先生にお話を伺います。新型コロナウイルス感染症の研究が世界各国で進められていて、どのような特徴を持つ病気なのか少しずつ明らかになってきています。 WHO などの調査によると、新型コロナウイルス感染症では発熱や咳、倦怠感といった症状が多く見られ、重症の場合は呼吸困難が出ることもあります。ただし、中国の症例を分析した報告によると、感染しても症状が出ない、もしくは軽症の場合がほとんどということが分かっています。新型コロナウイルスの感染力はインフルエンザと同程度か、それより弱いと言われています。感染力の強さは、一人の感染者から何人に感染するかを数値化することでわかります。日本環境感染学会によると、はしかや百日咳は一人の感染者から10人以上に感染しますが、新型コロナウイルスは2人程度であることが示されています。ただし、症状が軽い場合が多いため、気づかないうちに感染が拡大してしまう恐れがあります。予防法は一般的な感染症対策と同じで、人混みを避ける、換気をする、十分な睡眠をとる、石鹸で丁寧に手を洗うなどです。手洗いは外から帰ってきた後、料理や食事の前、トイレの後、咳やくしゃみ、鼻を噛んだ後といったタイミングで必ず行うようにしましょう。高齢者や持病がある方は重症化しやすいことが分かっています。特に高齢者は自身の体調の変化に気づきにくい傾向があります。家族や周囲の方が気がけて体調をチェックしてください。週刊健康マガジン、次回も新型コロナウイルス感染症についてお送りします。